こんばんは。久しぶりの僕恋公演良かったです。嬉しい、それは嬉しいな。久しぶりだと思うね。今日はめちゃくちゃメイクが濃いですね。こんばんは。ちょっとこれパーカー脱ぎます。なんか白飛びマン。こんばんは。今日めっちゃ着込んでるんですよ。船、そう船でやりました。よいしょ。こんばんは。よいしょ。皆さんこんばんはでございます。今日は僕恋公演でした。目の下めっちゃ黒く見えるの。茶色のアイシャドウしてたから。こんばんは。紫芋なんだと。こんばんは。カメラ目線決まってたね。そう、今日カメラ目線めっちゃしたんですよ。皆さん見てくださりましたでしょうか。今日も可愛いだって嬉しい。皆さん見てくれましたか。見てたよって、ありがとう。目が合ってうおーってなった。おー、ふーちゃんかわいすぎますって。ありがとう。普段はカメラ目線しないの。なんか普段もするんですけど、なんか今日は意識的にすごくしましたつもりです。私なんか結構僕恋は私端っこのポジションが多くて、なんか配信限定公演だと端の方が特設はある、映る。なんかここにね、上下に2台カメラがあって、真ん中にも1個カメラがあるんですけど、真ん中のカメラは遠いんですよ、ちょっと。で、端のカメラはすごいもう最前ぐらいの位置に置いてあるんですけど、だから端の方がカメラマンさんにこうやってアピールしたら「映して映して」ってやりやすいので、結構なんか端の方が映る説はあります、配信限定公演だと。俺のこと見てたやろ。なんで分かったんですか。すごいな。今日はココアの生誕祭の予定だったんですけど、なくなってしまったので、またなくなったではないな、延期になったので、その時にはもっとココアの生誕祭をすごくすごく盛り上げれるように頑張ります。リベンジマッチ、今日なんかみんなに今日の風なんか死んだ目してるって言われました。
今日ねココアがいなくて従順なスレイブ一人だったんですよね。早くまたやりたいですね一緒に。従順なスレイブになろう。さっきまで配信してたよココア。あ、そうなんやん。スレイブって奴隷って意味ですよね。そう、お風濃いメイクレアじゃない？めっちゃレア。今日めっちゃ濃いんですよ。今日激濃いです。目とかほらわかるかな、なんかこのギラギラって感じ。久しぶりにこんなマスカラとかしてメイクって感じをしたんですけど、なかなか楽しかったです。ステージメイクですね。ああ、再来週はクリスマスイブだよ。お、会いたいと思う回数がですね。会えないと痛いこの胸が。こんばんは。ズバリクリスマスの予定は、僕のクリスマスの予定はお話し会だよ。25もなんかお仕事がありますね。確かなんだっけな、23がドライブインライブのクリスマスライブのやつで、24日がお話し会で、24号がなんかあった気がします。年末はちょっと忙しいですね。結構ありがたいことに。フンの枝、ツリーが、ツリー、ツリー実家には大きいのあります。クリスマス、今日ねあれ終わってん、あ、公演終わって最後にストレッチするんですけど、ストレッチの時にバックナンバーさんのクリスマスソングをダンスの先生が流してて、それやりながらねやったんですけど、めちゃくちゃなんかみんなで歌いながらやってて、なんかいい感じでしたよ。こんばんは。和みますね。僕恋楽しかった今日。久々にできてよかった。春夏秋冬は予想外だった。ヒルクライム、ヒルクライムさん私めっちゃ聞くんですよ。春夏秋冬だけなんですけど。そう、昔からね車でどっか行くってなったらヒルクライムさんの春夏秋冬流れてて、そう、私の春はどこ行こうか、今年の夏はどこ行こうか、春の桜も夏の海もあなたといたい、あなたと見たい、家でまったりってやつですね。カラオケで歌えないくせに歌います。上手に歌えないのに
入れちゃいます。こんばんは。みんな元気かい？みんな元気かい？今日木曜日か、明日金曜日か。映画見たいな。ぼちぼちだよ、元気だよ。お風見れたから元気やって、元気だよ。元気？嬉しい、よかった。僕これ見て元気だった。うれみちゃんや。明日でテスト終わりやから元気。お、お疲れ。テスト学校から歩いて帰ってて、大変、こんな遅いのに。ボーリングとかいいね。来週から約束のネバーランドじゃないか。あ、そっか。でもあれみたいんですよ、なんか魔女がいっぱいみたいなやつ。アンハサウェイさんのやつかな、多分。魔女がいっぱいっていう洋画、なんかチャーリーとチョコレート工場のなんか人みたいなやつ。ファンタジー系かな、多分。そう、気になってます。今魔女がいっぱい。ふーちゃん字幕でも平気？私字幕の方が好きですよ。吹き替えはあんま見えひんかも、海外のやつで。そう、ほぼ見ずに字幕。そう、気になってる。ふーちゃんが一番好きなクリスマス映画は何です？え、あれじゃないですか、ホームアローン。ホームアローンでしょ。好きだよ、最高。ホームアローン最高。みんな好きでしょ、ホームアローンは。一緒だよね。私もやるのかな。わかるって、ね、好きですよね。ふーちゃん主人公感あるわ。え、初めて言われた。私モブとして結構20年間生きてきたんですけど、私なんか私って本当にモブ顔なんですよ、多分。はい、なんか昔からモブいんですよ。そう、モブした風です。そうです、モブした風です。本当になんか、モブイです。モブイ、とてもモブイです。私主人公的な人間じゃないと自分で思ってるんで。そうなんですよ。そうなの。で、そういう偏見があるからダメなのかもしれない。勝手にそういう偏見を作ってしまっている自分で。
洋画クラスターなんだよ。え、洋画最近ね、最近っていうか今日今日見ようと思ってネトフリとフールでアマプラとね、なんか見てたんですけど、なんかどれがいいか分からんくて、そう結局なんか見ずに終わったんですけど、何がいいか分からんくて、多すぎてどれ見ればいいか分からんくて、おすすめしてほしい、ぜひとも。今は何系、今はなんか難しい話は分からんから、今なんか、うん、簡単なやつがいいかな。洋画全然知らないんですよね最近。言ってそう、本は読ま、本最近読めてないな、全然読めてないですね。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a... 素晴らしき、なんて言うんだろう、昔の映画。へえ。本は好きですよ。でも文字見るの好きです。結構好きですよ。イビシュアメリ、あ、カナか。ソファーの後ろに来るね、ここね、ちょっと寂しいよね。なんか飾ろうかな、ここ。私普段の定位置もここなんですけど、家のもうここしかいない。ここからこの、これを今ね、ヤモリさんのこの中にこうやって潜っていくんですよ。いつもおはようしまったら、おやすみって言って潜っていくから、もうここしか動かないから、確かにここ飾ろっかな、なんか買いに行こうかな、ここ飾れるようにね。悲しいよね、なんか何もないんだよ。ここしか人に見せないからさ、人にっていうか皆さんに見せる場所はここしかないじゃん、風はね。ちょっとデコレーションしますわ、ここに。私あんまりそういうのやったことないんですよね。そう、家が結構シンプルなので、そう、なんか壁とかに何も飾ってない、ネックレスとかかけてるぐらいかな。ここに電気があります。これをいつも、あ、ごめんね、これをこうね、こうやってね、夜になったら、これね、そしてこうやってね、こういう感じです。そう、絶対使ってなかったら、使ってるんだよ。あのね、私すごいあんま良くないと思うんですけど、もうここに全てを集中させてるから、この辺に、私ここから動きたくないんですよ。だからここに全てを集中させてるから、配線がすごいことになってるの、電気の。もうスイッチの充電もここでやってるし、こたつの電源もここだし、携帯の充電もこっちだし、今繋いでるリングライトもここだし、だからすごいのよ、線が。だから配信終わったらこのリングライトの線は外すでしょ、全部。だから入れ替えてるのよ毎回。
だからね、使わないときは抜いてるんです全部。そう、あんま良くないと思う。でもそう、一人暮らしあるあるだと思う。もう私は動きたくない動きたくないんです。ここから必要最低限。そう、今さ、照明のスイッチ入れたらゲームのスイッチの音したスイッチのだから充電を外したんだって。これをみんなに、この電気の明るさをね、伝えたかったの。これを伝えようとしてスイッチの充電を外したのよ。そしたらスイッチの充電が入ったのよ。これだけだよ。繋いでるんだよ。もう。そう。スイッチはね、マジでフォートナイトシーズン5だもんね、今。やらないよ。後でやるからね。ゲームは後でやります。ウィッシュはメリークリスマス。みんな私に何を話してほしいですか今すごいごめん、雑なふり。ふーちゃん、フォートナイト重課金、微課金、微課金です。ちょっとだけ。スキンもだって私そんな買ってないですよ。休みの日の過ごし方について、何もしたくないんですけど、休みの日は最近はちょっと外に出ようかなって思ってる気持ちも泣きにしもあらず。なんか最近思うんですよ、私なんか不意に思ったんですけど、なんか私ってすごい好きなことをしてるんですけど、休みの日もちろん経験値低いなって思って、私の自分の人生のなんかいろんなものを見てとか言うじゃないですか、見といた方がいいよとか大人の人は言うけど、私って何も見てこなかったな今までと思って。そうで、なんかちょっと外に出ようっていう気持ちは芽生えたんです。芽生えてはいる。ただまだ行動には移せてないって感じです。そんな感じです。休みの日は今日一番笑った出来事、なんだっけな、今日爆笑はしてないかも。アイドルでいろんな場所には行けるけどそれとは違うんだ、いろんな場所に行ってるんですけど基本ホテルにしかいないので、なんかあんまりこの土地に来た感はほとんどないんですよね、久しぶりの休日って予定を立てて行動しますか、それとも家でゴロゴロしますか。久しぶりの休日だととりあえずアラームをかけたくないので起きてから決めます。起きたその日の気分かな。なんか買い物しようかなとか思ったらなんか行くか
けど、8割いかないんですけどそうま、気づいたらこのソファに座ってるんだよね。ね、不思議だよね。七不思議です。やっぱりカメラ買ったら、ね、カメラ買いたいんですよね。ちょっとフィルムチックな感じのが、なんか色あせた感じの写真が撮れるカメラ欲しくて、よかったらカメラ詳しい方いたら私にご教授願えたらすごく嬉しいなと思います。ミラーレスかな。ママさんからのタンプレカメラにしよう。そう、それちょっと思ってるんですよ。まず自分で調べるところから始めてしっかりハマれる。いや、なんか調べてるんですけど、サイトとかで、サイトによって全然違うから、まあお店に行けばいいんだろうなとは思うんですけど、うん、お店行こう。確かにサイトによっておすすめとかが違うし、なんか自分が欲しいのが、なんか現像するのは多分自分絶対めんどくさくてやりに行かないタイプだから、やらないタイプなんですよ。すぐ飽きちゃうから、そういうのだから、現像せずにそういう映るんですみたいな感じの雰囲気のが撮れるやつが欲しいんですけど、そう、難しいよね。フィルムカメラの画質はすごく好きなんですけど、現像するのがね、なかなかね、ずっとくしゃみでそう今日だ。やっぱオリンパスいいですよね。オリンパスよく聞く。オリンパス、こんな感じですかね。カメラは良いの良い、良いの良い、良いの良い、だから良いの良い。あふーちゃん、休日の食料ってどうしてるの？なんか私結構食と外に出たくないよ天秤にかけると、結構な確率で外に出たくないが勝ってしまうので、なんか何もなかったら何もなかったでお腹すいたな、でもめんどくちゃいな、いっかってなるタイプですね。私は結構そっち派です。そう、そうなんですよね。あ、備蓄してますね。結構あのね、野菜ジュースがめちゃくちゃあります。今本当に誰かもらってほしいぐらいの量がある。え、30×4パックぐらいから120本ぐらいあります今やばいよね、どうしよう、こんなに飲めないって感じなんですけど、そう、120本ぐらいあるの野菜ジュース。賞味期限は4月とかまでだからやばいよね。毎日ちょっと、もう年明けぐらいから2本ずつぐらい飲まなきゃいけないね。なんか野菜
撮るの面倒くさいなって思ってて、で最重視で撮ればいいやと思って、なんか一回定期便かなんかでめっちゃ買っちゃって、ネットで、そうすごい量が届いて、そうなんです。今だから水分はたくさんあります。炭酸水とかもあるし、お水とかもあるし。私の推しこれです。これも手の届くところに置いてるのやばいよね。これもあるし、そう今日も朝飲んじゃったんですけど、これも朝炭酸水1リットル、これ 500ml、 これはもう飲みました。これいつも朝に飲んでます。なんでそこにあるの、ここに机があるのよ、ここに全部置いてるの。なんかね、お腹空いたなって思った時に海苔もあります。海苔とかもあるし、そうだ、いろいろあるよ。なんかそうそうそう、ボディクリームとかもね、ここに置いてます。ニベアです。これも置いてるから、お風呂上がりもここにすぐ直行して。冷蔵庫に入れないの、なんかね、私冷たい飲み物があんまり得意じゃなくて、常温が好きです。炭酸水とか、炭酸も冷たいの飲めなくて、常温が好きなんですよ。そう、冷やさないです基本。そうなんですよ。冷蔵庫あるよ。あるよ、今も今も今もっていうか今も。世界は恋に落ちて、アイス禁止してるんですよ私今。ちょっとストイック期間長めなんで。そうなんですよ、ちょっとストイックオフなんですよ。なんかね、あ、もうすぐ終われるって思った矢先に、次はこの仕事のために頑張らねばっていうのが入ってきて、そう、でもなんか自分の満足いくまでやるのが好きなんですよ。納得できるまでやりたいし、なんかじゃないとなんか気に食わないというか、そう、なんか変なとこで負けず嫌いなんですよ。なんかそう、美味しいものたくさん食べたし、あ、ストイック期間また食べるよ、いっぱい。もう速攻で焼肉に行ってやる。焼肉大好き。僕恋大好き、ふーちゃん大好き、嬉しい。僕恋いいよね。
炭水化物封じてるだけで辛い自分が申し訳なくなるレベルのストイックですね。いやいや、そんなことないよ。なんかでもなんか風の持論かもしれないんですけど、波があると思うんですよ。すごく頑張ってる方のストイックな方とかってなんかもういいかなとか諦めちゃう波が絶対来るんですよ。こうもういいかな、もういいじゃん、もうやめちゃおうよもうみたいな、もう何のためにこんなに頑張ってるんだみたいな気持ちになってくる時が絶対に来るんですよ私は。そうで来るんですけど、もうそこを乗り切った先はもう最高です、うん、体が軽くてしゃあないって感じです。そう、どう乗り切ってるの、どう乗り切ってるんだろう。でも私逆にちょっと動きますね。逆になんか家とかで歌ったりとか踊ったり自主練したりとかするとなんか時間経つのあっという間だから、そういう子をしてるうちにあなんかちょっとマシになってきた、そういう気持ちって思って、うん、かな。そうそうそう、こんな感じだよ。よいしょ。最高踊ろうよ。なんか島次郎定期的に流れてくるの何なんだろう、何なんだろう。なんかね定期的に私の脳内に島次郎の歌が再生されるんですよ。よく歌ってるよね私島次郎。何なんだろう、島次郎の呪いにかかってるわね。何なんだろう。子供の頃よく見てたの？え、一回もリアルタイムで島次郎見たことないんだよね。ね、定期的に歌ってますよね、私。ね、何なんだろう。何だろうね。子供の頃はプリキュア？プリキュアも見てたけど、そんなにめちゃくちゃ見てた記憶はないかな。私は団子三兄弟とか忍たま乱太郎とかおじゃる丸とか天才テレビくんとかお父さんスイッチとかかな、おでんくんとか教育テレビばっかり見てましたね。確かに E テレで育ちました。私めっちゃ世代だってね。世代ですか、その世代って。お、一緒だね。お父さんスイッチって番組じゃなくない、番組じゃなかったでしたっけ、コーナーか。お父さんスイッチの作り方、お父さんスイッチ、あ、歩く、お父さんスイッチいいみたいなやつ。
ピタゴラスイッチとか好きでしたね。めっちゃシュール。ゼンマイ侍見てた。ゼンマイ侍一歩進んで前ならえ、一歩進んで偉い人、ひっくり返ってペコリンチョ、横を泣いてキャンロキャンロ、懐かしい。うん、懐かしいよね。じゃんじゃんじゃん。今日木曜日か。なんか今日の週末感すごいな。ね、なんだろう今日の週末感。明後日あやカーニバルだよね。やば。私は謎に月曜日感が、なんでだろう。金曜日だと思ってた。同じく私も金曜日だと思ってました。今日木曜日といえば何を思い浮かべますか。木曜日といえばなんだろう。ダウンタウンデラックス。疲れたな。一日の疲れは寝て癒されなきゃ。今日たくさん寝よう。今日たくさん寝れそう。おっち。眠たい？なんかでも今日そんなに眠くなくて、実は。そうなんだよね。実はね。たくさん寝るよ。ふーちゃん寝相いいんですか？私めっちゃ寝相いいんですよ。本当に飛行の寝相良くて。そう。すっごい本当皆さんびっくりすると思う。寝相だけはいいんですよ。寝返り全然打たないと思う。いつも同じ体勢だもん。昔めっちゃ寝相悪くて、うん、めっちゃ横に向いちゃったりとかしてたんですけど、本当に微動だにしないんですよ。寝言も昔は言ってたらしいんですけど、ヨガの時めっちゃまっすぐ寝てたもんなって。寝返り打たないですね、多分。携帯抱えながら一回寝てたことがあって、起きた時も携帯ずっとこのまま抱えてたから、多分一回も
から動いてなかったんですよ。だからいつもね横にこっちとか下にしちゃうとすっごい痛いんですよ。この辺こっち下にする時もあるんですけど、いつもどっちかが痛いの。だから頑張ってこうやって上向いて寝るようにしてる。そうね、寝返りしないのってやばいのかな、どうなんだろう。そう全然寝返りしない。夢見ますよ。この間ねなんか夢見たんだよな。なんか忘れちゃった。なんかすっごい面白い夢見て、なんだっけな、なんか忘れちゃいました。ちょっと今度メモしておきます。また同じ夢見たら。すっごい面白い夢見たのに、その時はもう面白すぎて起きた瞬間もめっちゃ面白い夢見たわって思ってたのに忘れちゃいました。なんか夢か現実かたまにごっちゃになるんですよ。メンバーとか出てきた時とか、え、なんか言ってたくない、この間とか、この間何々って言ってたくないみたいな言ったら、え、みたいな、あれこれは夢の中で言ってたのかみたいな、どっちだっけなみたいな気持ちに たまになってしまいますね。ならない、嘘だ、本当？あるよな、ほんまか。いいとこで目が覚め、そうだったの。この間めっちゃいいとこで目覚めて悔しかったんだよね、すっごい。あ、続き見たいって思うような夢でした。こんばんは。ふう、夢に出てきたことあります。お、マジ？言ってよ、高いんだからね。ふう、20分の休憩で爆睡できるのすごい。なんかその時全然寝てなかったよな多分。そう、23時30分です。あ、じゃあ40分になったら今日はランキングを読みたいと思います。スクショタイム欲しい。お、珍しくスクショタイムしますか。じゃあ何したらいいですか、スクショタイム。オーダーはありますか。ガオーポーズ。ブリッコしてみて。あ、じゃあやりますよ、一瞬。髪の毛触って。
ハートしてほしい。白目、私白目めっちゃ下手なんですよ。より目白目みたいになっちゃうからダメです。めっちゃ真顔が取れた。ツインテールにして私できるのかな。めっちゃチビチビチビツインテールしかできないですね今。離れ目、そう。卑弥呼様どうやってやるんでしたっけ。ちゃうやろ、分からへん。今日はハーフアップ的なやつです。睨んでください。これは睨むっていうか、うわーないわーの顔です。渋い顔。渋い顔です。こんな感じです。めっちゃ珍しくやりましたねスクショタイム。いつも全然やらへんから。怖かったですか。スクショタイムよき、お願い聞いてくれたらいいえ。超激レア。帰り道は。帰り道後回りしたくなる、大好きです。帰り道は遠回りするタイプだった？帰り道は、どうだろう。その後の予定によるかな。きっかけとどっちが好きかも。きっかけも好きですけど、今話したい誰かがいるめっちゃ好きです。バイトに直行しとった。あ、学校からの帰り道ですか。それはバイト直行です。塾とかかと思った、中学の時の。乃木坂さんいっぱい好きな曲ありますよ。羽の記憶とかも好きだし。
し、ローマンティック一回焼きも好きです。見てて可愛くて。ハウス好き、わかります。謎の落書きも好き。謎の落書き好きです。優しさとは好き、ふうも好き。優しさとは何なんだろう、君に書き寄る早さか、それとも落ちたのになの。48の曲も好きなの多いですよ。いっぱいやりたいのあります、48の楽曲でも。そう、もう少しの夢はいつもライブ前に必ず聴くかも、うん、冬将軍のリグレット知ってる？知ってるよ。いつの間にか冬将軍隙間風がですね。わあ、やりたいな、冬曲やりたい。私はジレンマやりたいです。始まりの雪とかもやりたいし、いっぱいやりたい。あ、40分、早い。それではランキングを読みたいと思います。30位ハム、29位リリとルル。ふーちゃん今日も元気ありがとう、ありがとう。28位コウスケ、27位ポニタロウ、ふーちゃん大好き。26位奥行き、25位ディネ、MC のアドリブめっちゃ笑った。24位がリンピンピン、23位がおかず、22位がミルク、僕恋恋を生で見たい切実に。21位が平たく、20位がトップ T のおしょう、19位がかやったん、18位がドリン、やっと配信見れた、僕恋お疲れ様。17位が深夜、公演お疲れ様。16位がともき、公演のオフ見てバーリーされた大好き。15位がカナリア、またカラオケ配信してね。確かに全然やってないな。14位がナノ、13位がテリーピー、12位が田中ジョン、11位がナサカ、10位が DD マサ自粛中、9位がヒロ、今日も一日お疲れ様、8位がトシキ、僕声早く現場で見たいな、7位がセティン、お風呂が夢に出てくると大抵争ってる、なんでなんで。6位が中主、5位がそうめん、歌って踊る風を久々に見れたけどやっぱ一番好きやわ、嬉しい。4位がブビーン、3位がシュン、お風の可愛さに課金して、お愛の課金ですか。2位がただし、ありがとうございます。2位、そして1位がアキアキアキ、今日はふーちゃんの笑顔がいっぱい見れた、今日は公園でいっぱい笑いました。ありがとうございます。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。まさかのまだ金曜日が来ていないという現実を
受け止めることに時間がかかりそうなんですけども、明日も頑張って生きていきましょう。頑張ろう。おう。おやすみなさい。バイバイ。おやすみー。